なるほどなるほど。って感じですね。はい、であと基本的な構成はやっぱり、まあ、ソフトウェアが今までの NPC ソフトウェアをベースにしてますので、うん、あの今までの使い勝手はあの損なわずという感じ、という感じですね。はい。なるほど。あと、はい、ハードウェア的なところで言うと、うん、あとちょっとこのリアパネルですかね。はい。こういうものだったね。うん。特徴としてはあの、はい、いわゆる MIDI のコントローラーではあるんですけれども、うん、いわゆるオーディオインターフェースですかね、はい、サウンドカードというのを内蔵してます、うんうんうん、これちょっと紛らわしに抜いてる、ね、あ、そうですね、うん、まずはこれメインのアウトプット、いわゆるあの4分の1のフォンジャックと言われる形状のやつですね。ここですね、はい、うん、ここがアウトプットですね。アウトプット、今赤白刺さってるところですね、はい、うん、アウトプットで、こちら側がインプット、こっちですね、この2つですかね。これがインプットですね。これは、もちろん NPC といえばサンプリングなので、はい、インプットもついてるというところですね、はい、まあ、レコードだったり、ね、CD とかをサンプリングで録音ができるということですね、はい、うん、でこの両サイドにあるですね、うん、つまみ、はい、これが、アウトプットの方のボリューム、うん、マスターボリュームですかね、はい、うん、でこちらの方のつまみがインプットのボリューム、レックですね、はい、レックゲインですね、はい、サンプルの音量を決めるというところですね。そうですね、はい、うん、あとちょっと順番あれですけども、これの真ん中のちっちゃいやつがヘッドホンですかね。なるほど、夜でも練習ができるですね、はい、ヘッドホンですね、うん、でちょっとこれ変わってるんですけれども、うん、このちっちゃい端子、これね、ミディアウトなんですよ、うんうん、ミディアウト、ミディイン、はい、うんうんうん、あ、そうですね、ミディアウト、ミディイン、うんうんうん、でミディっていうともっとあの、まあ、細かいですけどディーンって言われる端子、うん、実はですね、まあこれメスですけど、こんな感じの今までですと、うん、こんなのですかね、これがいわゆるミディの端子なんですけれども、うんうん、専用のケーブルでね、こんなケーブルが付属してます、うん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 、なるほど、結局このボディの薄さを出すために、うん、いわゆるこういったミニジャックで、なるほどね、こうしていただくことで、おー、普通のミディケーブルも使えると、使えるということですね。いうことですね。でもこのミディの端子そのままつけちゃうとやっぱりね、ボディ自体が分厚くなっちゃうんですよ、どうしても、うんうんうん、あのコネクターが大きいので。なるほど。軽量化、軽量化というか薄くするためのこういうケーブルが付属、2本付属してます、うん、これは考えてますね。そうなんですよね、うん、なるほどなるほど。であとは USB ケーブルをつなぐ端子ですね、うんうん、であとはまあアダプター、ね、はい、電源アダプターですね。でオンオフ、はい、電源スイッチですね、っていうことですね、はい、はい、はい、というような構成になってますね。なるほど。であとはですね、うん、これはちょっと面白いかなというか機能としては、うん、まあそのままこうやってフラットでも使えるんですけれども、うん、実は付属品でこんなものも、うん、それなんだこれだと、うん、いう感じなんですけれども、何ですかこれは、ね、うん、底板を見ていただきますと、うん、こんな風になってまして、はい、穴が2箇所開いてるんですよね。おお、なんかこう鍵かなんか。そうなんですよ、はい、これをですね、はい、例えば、うん、こうつけていただいて、でガチャコッとスライドしていただくと、うんうんうん、あれなんですよね、いわゆる角度がつけられるんですよ。おお、こんな感じですかね。なるほどなるほど、はい、うんうんうん、こう角度欲しい人っていますもんね。そうですね。あとはもう一個ついてた方にすると逆にこう手前側が上がるみたいな。なるほどなるほど。なんでまあ使い勝手に合わせて、うん、制作だからフラットの方がいいよって方はもちろん何もつけないで先ほどのような形で、うん、でやっぱりちょっと角度つけてやりたいよっていう方はその方が演奏しやすいっていう方なんかはこれをちょっとつけていただくとこうやって角度つけることもできますっていう感じですかね、うんうん、あとはまあ画面が見やすいですよね、はい、角度がついた方が。そうですね、うん、うん、それは正直ありますね。なるほどなるほど、はい、ほう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 。で、はい、はい、うん、とりあえず音ってどうやって出すというか音を出して見てみませんか、はい、今ですね、はい、実際にもうパッドには音が入ってますので、うん、うん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 、おお、うん、うんうんうん、すごいですね。結構だからこういうちょっとあのエレクトロなというか、うん、あの音から、音もですねちゃんと確認してないんですけども、10ギガに20ギガそのプラグインとかも付属するので、はい、そういったプラグインなんかも含めると、うん、おそらく20ギガ近くあの音色はついてるかと思いますね。
マジっすか。なので、はい、最初のインストールは皆様頑張ってください、うん、たくさんあの音入ってますので、あの量が多いからインストールもかかる、時間がちょっとかかります。なるほどなるほど。ただそれ入れていただくと、うん、もちろんやっぱり MPC の先ほどね陽介管理におっしゃっていただいてた、はい、あのサンプリングっていうのもやっぱり面白いですし、うん、醍醐味なんですけど、もともと入ってるやつだけでもかなり楽しめますので、うんうん、入ってるものでやりながら場合によってはサンプリングも取り入れてもらうみたいな。なるほどなるほど。今までの MPC だと、はい、まあ、今までというかそのハードウェアの時の MPC だと、はい、一からサンプリングしてやらなきゃいけないけど、ね、はい、もうその必要もないと。かなり線入ってますね、うん、あ、これ使えるねっていうのがあのバンバン入ってますので。なるほどなるほど。それはもうあのじゃんじゃん使っていただければと思いますね。はい。